横浜米シェラトンホテルタワーズとは、横浜市西区にある高級ホテルである。マリオットインターナショナルのグループホテルである。運営は、総鉄グループの総鉄ホテル株式会社。1998年9月24日、横浜駅西口の目の前に28階建て構想ホテルとしてオープン。標準タイプで41平方メートルの広さを誇る。 スイートルームを含む398室。24階から27階は、クラブラウンジ、シェラトンクラブの利用ができる、クラブフロアとなっている。7つのレストラン、ラウンジバー、プール、フィットネスクラブリラクゼーションサロンがある。地下5.6階は、相鉄グループの横浜熱供給が、地域熱供給施設として使用されている。かつての相模鉄道の本社跡地。 相鉄ムービルに建設されており、現在も相鉄ホールディングスの陶器場の本店所在地となっているほか、建物の正式名称も相鉄ビルである。など少なくとも2009年以降、宴会場や外反のおせち料理などで、表示のメニューと異なる食材を使っていたことを2013年に発表した。それによれば、市販のスモークサーモン、ウイスキーをオリジナル、 自家製としていたり、ブラックタイガーを車エビとしていたりした。ホテル側は、景品表示法の理解及び知識が不足していたことなどが原因であると釈明した。相鉄ホテルに関するカテゴリー、ありがとうございます。